12月22日、国家戦略会議は日本再生の基本戦略を取りまとめました。その副題は、危機の克服とフロンティアへの挑戦。日本再生戦略の中でも、中長期の視点から重要な概念として位置づけられています。新たなフロンティアについては、本日フロンティア分科会の大西座長をお招きをして、精力的なご議論をいただきました。東京大学大学院の大西教授が座長を務めるフロンティア分科会は、フロンティア、すなわち新たな可能性への挑戦によって、希望と誇りある日本を構築するビジョンを示していきます。2025年には国際的・社会的環境が大きく変化していると予想し、中長期的な方向性などについて検討した結果を、新日本創生論として取りまとめます。2050年を展望しながらの議論でございますので、大西座長以外は私より若い人でメンバーを決めていただき、加えてできるだけ女性、それから地方に足場を持った人などを含めて、いい人選をしていきたいなというふうに考えている次第であります。日本再生の基本戦略には、この新しいフロンティアへの挑戦と並んで、11月22日のこのコーナーでもご紹介した震災・原発事故からの復活、経済成長と財政健全化の両立、新成長戦略の実行・強化が4本柱として挙げられています。日本再生の基本戦略というのは、東日本大震災をはじめ我が国さまざまな危機に直面をしていますけれども、そういうものを乗り越えて希望と誇りを取り戻していく日本再生の道筋という位置づけのものでございます。具体化し、そしてさらに進化をさせていくことが何よりも重要でございます。